なあ原沢、今日は風邪ひいて遠足さえ行けなかったんだばってどんだった？思いやがった？ラモ、わも行ったんだばって弁当が空いていたはんで何も思いやがなかったじゃ。ほんずなしかの？なひゃ弁当が空いるんずよ。わだって風邪ひいじゃはんで弁当すら公平でもらえなかったや。どうせいかねべみてな感じで。せば今度一緒にわど弁当作っていくか。よいしょ。だな、わ弁当こへるね。ソーセージとかハムでハート作るのやめてけ。やんねえじゃよ。あ、いだいだ桜井。江口さん、今からでもおせくねえべ。遠足もっこやるべし。花沢、街頭でお日様作ってけ。はい。お日様オッケーです。よし、セバ始めるや。これから雨降ってくれば中止ですか江口さん。雨降ってくれば餌入ればいいばな。はいですね。餌入って弁当とかおやつとか食えばいいんですよね。レクリエーションのミニゲームは無理だとしても。やるつもりだったんだけど、あの椅子取りゲームとかフルーツバスケットとかアドドッジボールとかもやるかなって。アド飽きてきたらおめの部屋のエロ本探したりエッチなビデオを探したり。晴れで欲しいです。ここさ、しぎもの敷いて食うべし。桜井、弁当頼む。はい。江口さん、わっとせばいいですか？おめいればウインナー買いてまうはんで餌買いてけ。はい。ウインナー食いたかったな。商売やめよっと。